はい次に高橋千鶴子さんはい委員長日本共産党の高橋千鶴子です、えー、9日に公表された被用者の、えー、年収別の支援金額の試算については午前から随分議論がされてきましたですからダブリを避けたいと思います私が今日聞きたいのは今後の上昇についてでありますで示されたのは あの例えば年収800万円であれば、支援金が1兆円になる令和10年度で1350円だとで、それは支援金が6000億、8000億、1兆円というふうに積み上がっていくので、それに合わせた、ね、あの額をここでは書いているだけだと思うわけです。それで問題はその先なんですね、被用者保険における支援金の両立は国が示すことにしています。 で、毎年、これ、あの、改定をするんでしょうか?。それとも、医療保険の保険料率改定に合わせるんでしょうか?。熊木。子ども家庭庁。支援金制度と。準備室長。お答えいたします。あの、健康保険、被用者保険につきましては、支援金率は。 えー、まあ保険者があの概念上は定めるものでございますが、実務上は国が一律の率をお示しするとこういうふうに申し上げております。これはえっと、えー、基本的にはその支援納付金の額から。 算定していくということと、まあ、報酬がどうなのかということで、えー、なるわけですから、えー、そういう意味では、あの理論上はあの変動するものではございますけれども、えー、ただ、えー、っと重等、支援金を重当する事業というものが法定化され、そして、えーっと、その割合というものも法定化されておりますので、これはあの繰り返し申し上げているように、政府が勝手に上,が上げられるものではないと、上がっていくものではないと。 いいうえものでございますそれで、毎年改定するかどうかということにつきましては、予、え、断、っと、を持って申し上げるものではございませんけれども、えっと、もう一つ申し上げますのは、かなり子どもの数に規定されますので、えっと、そういう意味におきまして、これは、えっと、今の出生動向からいたしますと、毎年改定するようなものではなく、安定的に推移するものというふうには考えてございます。はい、高橋さん あのこれ、通告したときに説明を聞いているんですけれど、そのときは毎年と聞いておりますで、私はね、毎年値上げするのかって聞いてるわけじゃないんですから、据え置きも含めてね、あの毎年、あの保険料、支援金の率についてはあの見直すっていうことなんじゃないんですか熊木、えー、準備室長。 あの先生の,あのご理解はあの適切なものかのように聞こえましたがあの基本的にあの総額からえっと雇用者報酬でそれで率はいくらかということをまあまあお示しをするということですただ改定をするかといいますとその分子であるその費用の方が基本的にこう高齢化に伴って増えていくというものではないものですからそういう意味ではえっと毎年改定する必要はないのではないかということを申し上げておるわけです。 高橋さん、ね、あのいや、ちょっとそうしたら、昨日の説明がおかしいなと思うんですね。で、結局ね、あの第71条の30に、えー、支援の付金の、まあ、率ですとか、額ですとか、 その他支援納付金に関する重要事項を定めようとするときは、子ども家庭審議会の意見を聞かなければならないと、あるわけです。だから私は、勝手にき決めるって聞いてることもないし、あのそういうことも含めて、子ども家庭審議会に毎年、図るのかなと思ったから聞いてます、それからそのほかの重要事項って何かなってこれ言った月、熊木準備室長。 はい、あのそこれも繰り返しですが、先生おっしゃるとおりではございまして、あの毎年、えーと、お示しはします、ただその数字はまあ変わらないのではないかと、こういうふうに申し上げております。それから子ども家庭審議会には意見聴取をするという規定がございまして、これはその支援納付金に関する まあ重要事項ということになりますでこれが何かということになりますと、まず一つは法律上、法案上はですね、さまざ、あ、まな内閣府令が定まってございます、それからおそらくご質問はその他、重要事項とは何かということかと思いますが、これはあの、えっと、支援の付近を決定するにあたってまあ必要な事項。 支援の付金の総額そのものも当然あのお聞きすると思いますし、それからあの、えっと、ちょっと話は変わってしまうかもしれませんが、重要事項ということですので、制度のあり方ですとか、そういったことはあの基本的には、まあ、アジェンダの中に入ってくるとあの、必要な不義事項かどうかは別にしてあの、ご議論をいただくというふうには考えてございます、はいはい、高橋さん。はいえー、っとこの津波のと焼却が 2051年までだという答弁が前回あったわけですよね、でそれを支援金を充当すると、そうということは、少なくとも2051年までは、この支援金のスキームが続くってことになるわけですよ、だけど、ごえ四半世紀もね、あの歳出改革を毎年毎年やって、で、報酬もあの上がって、その範囲でっていうスキームはかなり苦しいよねっていう気がします、でそういうのも含めて、あのきちっと議論していくということでよろしいんですね。 熊木準備室長。はい、あの支援金制度自体は高級制度でございますので、あの毎年しっかりと。えご議論していくというふうに考えてございます。あの、おっしゃった特例の交際というものにつきましては、おっしゃった通り二千五十一年と。 いうことの償還でございますが、あの支援金制度については、恒、え、久、ー、制度である、で、歳出改革につきましては、えっ、ー、と毎年毎年っていうのは、当然ながらあの継続的に改革は進めていくものというふうには考えますけれども、あの一応、枠組みとしては、2028年までに1兆円の改革を、あの1.1兆円のえっ、ー、と改革をした中で公費を出して、さらにその1兆円の保険、支援金に見合った歳出改革をする中で、支援金を作る、これは2028年度までの枠組みだということでございます。はい。 高橋さん枠組みつか作ったら維持しなくちゃいけないじゃないですか、だって児童手当ね、28年になったらもう払わないってわけにいかないわけですから、支出は続くわけですよ、でそれに合わせて子育て支援はあの家族化プランだけじゃございませんと、大臣が何度も答えてるわけですから、それをね、本当になんかちょっと、うん、パズルのようなね。 あの組み立てててになってて心配だなって思うから、確認をしているわけなんですだからあり方も含めて、子ども家庭審議会で議論していくということが、さっきの確認だったと思うんですね。で私、これなんでこういうふうに聞いたかっていうと、まあ、あの9日の参考人質疑で、あの東大名誉教授の秋田清美先生、あのいらっしゃいました。まさに子ども家庭審議会の会長なわけです。で、2012年の子ども子育て新制度を作ったときからのね、 さまざまな子ども関連の、あの、審議会などの、え、座長や委員を務めていらっしゃいます。で、本当にご苦労されてるなと思いまして、そこで、いや、じゃあ子ども家庭審議会何やってんのかなと思って、第4回、これはあの、今年1月29日なんですけど、あの、開催された、あの、議事録を読んだんですよね。そうすると、そこで最初に政府側から報告があります。昨年12月22日に、子ども対抗 閣議決定しましまた幼児期までの子どもの育ちに関わる基本的なビジョン、確認決定しました、子どもの居場所づくりに関する指針が確認決定いたしましたとで、子ども未来戦略会議において、子ども未来戦略が確認決定されたと、あこれ、いっぺんにかって思いました、しょ率直に、で子ども大綱にはね、子ども若者を権利の主体として、うんぬんと書いてあって、とても大事なことなんですよね。そしたら今度は子ども真ん中計画も作ななきゃい,けないと すごい忙しいし、理念は素晴らしいんだけれど、本当にね、今、じゃあ私たち議論している子ども未来戦略の加速化プランって、本当にその中の一部しかないでしかないのかなって、わけわからない感じになってきたんです、そこでこれらの決定文書、会議体はどのような関係性になっているのか、しかもいずれも加藤大臣の所管ということでよろしいですか小宮子ども家庭庁官房長。 ままずあの事実関係をお答え申し上げますあの委員ご指摘のまず子ども対抗でございますけれども、はいえー、これはあの子ども基本法に基づいてあの作っている文書でございます。えー、それからその対抗の、まあ、大きな傘の下で、ねえー、育ちのビジョン、それから居場所づくりに関する指針、それから、えー、これはあの後ほど申し上げますけれども、子ども未来戦略などが、まあ、あると。 いう構造になっております。また会議体でございますけれども、あのこれもあの基本法に書かれておりますが、子ども政策推進会議というのが法律上あの設置することになっておりまして、えこれが子ども対抗の案を作るというのがまあ法律で決められているものでございます。でこの政策推進会議は対抗の案を作成するほかにも、お需要事項の審議、それから関係行政機関相互の調整をするということがこれ法律で お仕事として決められているところでございまして、総理大臣が長でございまして、全閣僚から構成されていると、それから未来戦略会議、あのご指摘ございました、でこれは全世代型社会保障構築本部の下に設置されました、あまあ一部の関係閣僚と有識者からなる会議体でございまして、その成果として、年末に閣議決定をいたしました未来戦略があるというものでございます。で今後あのお この法定会議でございます、子ども政策推進会議におきまして、家族プランを含む具体的な取り組みを、真ん中実行計画として取りまとめて、政策を推進していくこととなってございます所管、所管、外務、えー、所管はですね、えー、そういう意味ではあの、未来戦略会議につきましては、ですね全世代型社会保障構築本部の下に置かれているものですから、えー、そういう意味では、あの 関係大臣としては、新藤大臣もおられるとは思いますが、えー、子ども対抗につきましての所管はですね、えーまあ、少なくとも主管はあの子ども政策担当大臣になると、まあ、あの総理大臣が長でございますので、まあ、そういう意味で、外国、まあ、子ども長はあは内閣の外局でございますので、えー、総理大臣と加藤大臣ということになるかと思います。はい高橋さん 実はその子ども対抗のね、あの傘の中にいて大変わかりやすい説明されて、あの、だと思うし、最初にお話しした子ども家庭審議会が、まさにこの子ども対抗の中のね、政策を議論するという説明から始まってるんです、第一回が。だけど、決定するっていうかね、これの案を作るのは、あの、推進会議なんですよ。つまり、今おっしゃったように、閣僚の集まりなわけ。で、総理が本部長で、ああ、いろんな人、 あの学生さんとかね、いろんな人参加してもらってるけど、そっちなのかって、まあ、正直ちょっとがっかりしたというのがあるわけですね、つまり、そういう力関係の中で、ばっと言っちゃったからって、まあ、足立さんじゃないですけれども、言っちゃったから、いろんなところで矛盾が起きてるっていうのがあるわけであります、それで大臣、一言ね、子ども大綱の下で着実に進めていくと、あの家族化プランにないものもね、あのそうおっしゃいました。でたくさん会議体や計画がある中だけれども大臣 の中ではちゃんと整理ができていて、優先度みたいなのがあるんでしょうか加藤国務大臣。 お答えを申し上げます。さまざまな会議体や計画のうち、法定をさ、法定されているのは、子ども対抗と子ども政策推進会議だけでございまして、幅広い子ども政策の推進の中核をなすのは、子ども対抗と子ども政策推進会議でございます。すべての子ども政策の基盤となる子ども対抗という大きな傘の下で、総理をヘッドとする子ども政策推進会議が司令塔となり、加速化プランやそれ以外の政策を含めて、 幅広い子ども政策を一元的に推進してまいります。はい、高橋さん、うん、はい。あの中身のことも今度この中で次に話していきますが、ちょっとね時間が心配になったので、せっかくあの副大臣がいらっしゃっているので、ちょっと順番を変えてあの副大臣に伺いたいと思います。で、その今回のね、と社会保険からなんで。 取るんでしょうねっていう議論がずっとされてきて、だけどそれは、あの巡り巡ってあの、担い手が増えてね、少子化対策が進んでいけば、社会保険の担い手もあの増えてあの、持続可能な社会になるんだよっていう説明だったと思うんです、でも私はその逆も言えるんじゃないかなと、あのつまりあの、社会保険の担い手をあの政策的にあのこう崩してきたっていう問題があるんじゃないかと。 で今あの、多様な働き方とか、リスキリングなど、よく言うんですが、まあ、雇用の流動化にこう重点がかかってね、あのこれってあのやっぱり不安定雇用になりますので、あの社会保険の脆弱性を生んだのではないか、こう思うんですね、例えば、使用者保険だったあの方があの国保に入りなさいとか。 つまりあの企業がとても抱えきれなくて、まあ、そういうことがずっと起きてきたわけです、それでやっぱりね、最低賃金とか、労働時間規制とか、同一労働同一賃金など、労働法制の見直しを含む雇用の安定の上に、あの自らが選べる仕事っていうふうに、環境づくりを進めるのがやっぱり基本じゃないかと思いますが、いかかがでしょうか以<上>宮崎厚生労働副大臣。 今先生から御指摘をいただきました、まあの、社会保険の担い手という切り口で、まあ、労働政策に対する評価ということにつきる、お話かと思って聞いておりましたけれども、あの、御指摘のような、例えば不安定な雇用を生み出す、雇用の流動化を目指す、労働政策という、う ご批判よりもですね、私どもが目指しているのは、あの、まあ、よく三位一体の労働市場改革を目指しているものという言い方をよくしますが、やはり個人が希望に応じて自らキャリアや働き方を選択できるように支援をしていきたいと考えています。あの、ご指摘いただいた、例えば、リスキリングというもの一つとってみても、これ例えば、その転職のためのものというよりも、あの、その個々人の働いていらっしゃる方の能力向上を支援することで、 まあ、例えばですけれども、現在の勤務先での生産性向上に貢献する働き方を応援する、まあ、こういったことで内部労働市場の活性化があって、その先にあるのが、例えば成長,市場成長分野への外部労働市場の、まあ移動、成長分野へ移動できるということでの外部労働市場の活性化というところにつながるわけでありまして、これが労働移動の円滑化ということをもたらして、まあ、全体として労働市場を活性化していくというふうに考えております。 労働法制についてもご指摘をいただいたところですが、あの最低賃金の着実な引き上げ、時間外労働の上限規制、同一労働、同一賃金の履行の確保などで、働いている方の保護を図っていかないといけないというのは、あのご指摘のとおりであると思います。まあ、あの厚生労働省とは引き続き、安心して自らのキャリアや働き方を選べる環境整備、進めてまいりたいと思っております。はい、高橋さん、はい ありがとうございます。あの、リスキリングについてね、あの、ちょっと意見が違うよってお話をされたんですが、あの、これあの、何年か前に私この場で、あの、質問したことがありますが、あの、やっぱり竹中平蔵氏がね、雇用安定あの調整、助成金と労働移動支援金を、あの、逆転させなさいと。 そう言ってあの、失業なき労働移動をあの旗を振ってきたっていう、そういう歴史があるわけですよ。あのだからあの、どの文脈でこのことが出てきたのかと、あの自らの力であのスキルを磨きたいっていう話だったら分かるんですよ。そういう文,文脈ではないんだということをねあの、ご指摘をさせていただきたいと思います。であの質問を戻りますがあの 副大臣にもぜひ聞いていいいてたただきたいと思いますあのやっぱり担い手を減らしてきたのは、あの雇用の問題だけではなくてね、例えば毎年、介護離職があの10万人もいるとかあの、そうしたこと自体が本当に社会の損失だと、私はこのように思っております。でその中でね、今回、法案の中身であの強調されているんですがあの、ヤングケアラーに対する支援の強化。 これは具体的にどのようなことを考えているのか、簡潔にお願いします良純子ども家庭庁支援局長。 お答えいたします。ヤングケアラーの実態を把握するため、令和2年度および3年度に全国の小学生から大学生を対象に、国による実態調査を実施したほか、地方自治体による実態調査や研修、ヤングケアラーコーディネーターの配置等の体制整備の支援を強化しており、ヤングケアラー支援体制強化事業の令和6年度当初予算額は、児童虐待防止対策等相互支援事業補助金の177億円のうち数となります。 一方、地方自治体間で問題意識や取り組みの格差が見られることから、今回、子ども若者育成支援推進法において、国および地方国家団体等が各種支援に努めるべき対象にヤングケアラーを明記したとすることで、地方自治体における問題意識や取り組みのばらつき等の解消につなげていきたいと考えております。また、地方自治体におけるヤングケアラーの支援においては、学校等によって気になる子ども家庭を把握した場合に、関係機関と密接な連携体制を構築し、 子ども家庭センターに随時、情報共有が図られるよう、必要な人件費の補助等を行っているほか、子ども家庭センターにおいて、個々の家庭の状況等に応じたサポートプランを作成し、介護等のサービスを含めた外部支援につなげることを、子ども家庭センターガイドラインにおいてお示ししたところです。こうした取り組みを通じ、子ども家庭センターを含め、関係機関、団体等がしっかりと連携することで、ヤングケアラー支援が充実するよう取り組んでまいります。 高橋さん、はいあの。先ほどの紹介があった調査であの、文科省と日本総研の調査では、まあ、小学6年生の15人に1人、大学3年生の16人に1人があのケアを行っている家族がいると答えております。それで子ども若者育成し 支援推進法に明記する際のヤングケアラーの定義が何かというと、家族の介護、その他、日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども、若者とありますあの、もう時間きたのでまとめます、子ども家庭審議会の中で当事者として参加している大学生の原田さんが、過度なケアを担うという表現が線引きになってしまうのではないかと。あの つまり線引きというのは、自分はかぶとまでは言えないということで、当てはまらないということに感じてね、声を上げないことになっちゃうんじゃないかという発言をされていたのが、私、とてもあのなるほどと思いました、実際この場で紹介したあの明日の場のねあの、子どもたちの報告などを見ても、実はその中に、あの 要するに、一人親のお母さんがあの心を病んで、結局お母さんのお世話をしていると、そういう形で、あの、ヤングケアラーがたくさん、実は、その中にいるんですよね。で、そういうときに、あの、まだ自分がそういう立場だということを自覚しないうちに、線引きするようなことがあってはならないと思いますので、そのことを一言述べて、残念ながら時間来たので、これで終わりたいと思います。ありがとうございました。